こちらの方、奥の方がですね、昔の新城のお城があったところでございまして、そこに堀があります。1の堀で、皆さんが今ここを立っているところが2の堀の跡でございます。頑張るぞー。ああなんだ、おお、それでは行ってみましょう。
ビーマンシートを行って、NHK 夜の11時半からね、生放送で放映されたという、そういう実績もあります。じゃあ、今のツイートが5万終わったこともあるので、治りましたね。おっと、リカバーしました。頑張ってください。NHK 夜の11時半からね、生放送で放映されたという、そういう実績もあります。Thank you.
頑張って県からはるばるお越しいただきました。スカじゃないです、スパです。おー、重みを感じて受け取ってくださいました。おめでとうございます。では続きまして第2位の発表と参ります。第2位は絶景番号9番ノーススピリットの皆さん、おめでとうございます。なんか喜び方が若くていいな、ね、青春って感じした。はずなりさんすごいな、力持ち。どう、このお米の重さ、みんなの頑張りですから、改めて拍手を。お願いします。イスワングランプリ東日本大会、その栄えある第1位は帰って、山形こんなに素晴らしいお米があるんだぜ、新庄の米美味しいんだぜ、いきます。わー、これが優勝者のパワーです。改めて拍手、おめでとうございます。じゃあ、持ったまま一言聞きましょうか。一言ずつ今の気持ちを。足つってます。大丈夫ですか？じゃあ置いてください。米重たい、米重たい。お疲れ様です。重たいからあんまりいいコメント聞けませんでした。それでは、イスワングランプリ東日本大会、今年も締めくくっていいっすか。